手がこうあまり下に下がってないんで、ね、下がってなくて足先がもう水面をねこう走ってるっていうような感じのね、この姿勢が一番ね抵抗かかりにくい。はい、こんにちは、カンピオネの辰巳です。長い距離を泳いでる時に足がまあちょっとあの沈みがちなんで、何かそれを足沈まないコツを教えてくださいってことやねんけども、でまあいろいろねちょっとまあやり方ねまああると思うんですけども、まあまあめっちゃ簡単なやり方を一つね紹介していきますね。でまずまあ水面ありますよね、水面ね、はい、で水面に足先ね、足先をピターンとこうね水面のギリギリのところに保つ、この姿勢をまずちょっと覚えてくださいね。もうほぼこれだけなんですけどもね。でまあその水面にね高いところに足先を置くっていうね、これはあのすぐ覚えやすいんで、ね、でこれさえしっかりとあのキープできていたら、まあ下半身が沈むってことはないのでね、はい。でまずポイントとしてプルね、プル挟んでもらって、最初ねプル部位挟んでもらって、足を使わずにね、なるべく足を動かさずに、ここね、水面ね、水面のところに足をピターンと置いて、でそれで、まあ、多少タイミング取るためにこう動かしても全然 OK なので、水面をふーっとこうね、はーすような感じ、ね、足でスーッとはーすような感じで、プルをちょっとやってもらえれば、そこの位置っていうのが分かりやすいと思うので、はい、まずこれを1個ちょっとやってみてください。ほんでこの後ね、プル V 外してもらってキック打つんですけども、このねぐーっとこうあの滑らしていったこのね、これを崩さずにしっかりとキックを打つように、ちょっと一回ね練習ねちょっとやってみてもらったらいけると思いますので、で一回ちょっとこの間練習会でね、ちょっと20年ぐらい前にマスターズで1500で日本記録出した、ちょっと天野くんっていうね、うちのチームの子いてるんですけど、その子が来てたんで、ちょっと見本がてら、今から動画見てもらいます。どうぞ。感じで、ちょっとやってまーす。で、まあ、今日は僕20年ぐらい前に1500で日本記録をね、出して、今もなお破られてない、ちょっと天野くん来てるんで、ちょっと泳ぎね、ちょっと見ていきますか。まあ、ポイントとしてね、まあ、今プールなんですけど、足先ね、足先が結構水面に近いところにあるので、ね、ほんで、手もぐっとこう水面に近いところがあるので、まあ、何が言いたいかというと、まあ、ボディポジションがね、非常に高いっていうのが、一個の、強みなんで、ね、ちょっと見とってくださいね、次のね。手の位置と足先の位置ね。手がこうあまり下に下がってないんでね、下がってなくて足先がもう水面をねこう走ってるっていうような感じのね、この姿勢が一番ね抵抗かかりにくいし、まあ楽な姿勢でもあるんでね、でこの状態でプル V 外した時はキックを打ってあげるっていうのがやっぱ理想なんで、はい、だからそれまた参考になるようやったらちょっとやってみてくださいね。はい、動画見てもらいました。ああいうような感じね、まあ、基本的に水面ね、水面にある程度足先をキープして、でそのままね、プルやったらそのままグーッとそのまま引きずっていくような感じでね、でキック打つようやったらこの状態を保ちながらキック打つ練習をしっかりやってもらえれば問題ないと思いますんで、はい、これは参考になるかちょっと分かんないですけど、あとね、反り腰の人が 今のトレーニング やり方をやると、まあ、ちょっとひょっとしたら腰痛めるかも分からへんので、もし腰痛いなとか思ったら一応ちょっと中断ねしてください。はい、以上です。